お疲れ様です。パーソナリティのみかんです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。さて、今回のテーマは、日本の軽トラがアメリカで大人気？その理由とは、をお送りします。軽自動車は日本独自の規格として発展してきました。中でも軽トラックは日本の農業や運送需要に対応するため独自の進化を遂げています。そんな軽トラックが現在海外で人気を集めています。その理由はどこにあるのでしょうか。2019年で軽自動車の規格が誕生して70年。軽トラックは農業や運送、地方での手軽な移動手段として根強い需要があります。全国軽自動車協会連合会によれば、2019年時点の軽トラックと軽バンの保有台数は、全国で約848万台とのことです。農業が盛んな地域では、保有台数が多くなる傾向にあり、最も多い長野県では30万台以上に上ります。軽トラックは価格も低く、車種やグレードによって100万円を切ります。ホンダ、アクティトラックの安いグレードは83万6千円で、これは2020年2月時点で軽トラックの中では最安値です。使い勝手と低価格が魅力の軽トラックですが、日本だけではなく、海外でも人気が高まっています。ある海外向け中古車サイトでは、軽トラックが多数販売され、日本円で約50万円以上という価格の中古軽トラックもありました。例えば、ダイハツ、ハイゼット、1994年式の日本での中古車相場は約20万円ですが、2020年2月現在の同サイトでの価格は、8000ドル、約88万円となります。SNS では、海外ユーザーが、古い軽トラックを購入し、ナンバーをつけて公道を走っている写真を見ることもできます。古い軽トラックが高額で取引されるのはなぜなのでしょうか。ある中古車販売店のスタッフは、以下のように話しています。古いのに高いのではなく、古いからこそ高いのかもしれません。アメリカでは、中古車を輸入するには、25年ルールをクリアする必要があります。アメリカで古い軽トラックが人気なのは、ようやく登録できるようになったという理由もあるのではないでしょうか。また、海外だと軽トラックのような車がないことも、価格が高騰する要因だと思います。小型で、1人から2人乗りの車として、海外には ATV がありますが、ATV には、屋根もエアコンもありません。そのため、雨風がしのげて、冷暖房がつき、荷物も乗せられる軽トラックに人気があるのではないでしょうか。このように話していました。アメリカで大人気となっている軽トラですが、その理由としてよく挙がるのが、利便性が良さと、安心安定の日本で使われていた、ということ。絶大な信頼を集めている軽トラは、アメリカの消防や警察機関、米軍基地でもよく目にします。ダイハツハイゼットや、スズキキャリー、ホンダアクティなどの軽トラックは、日本の自動車メーカーが、日本人のために作った、とても、使い勝手が、よく、維持費も、安い働く車です。全幅 1.4M 以下のサイズで、田んぼのあぜ道や山奥の林道、入り組んだ市街地の道路でもストレスなく走ることができます。最小回転半径は、どの車種も 3.6M カタログ値であり、実際には、これ以下の車種もあるという小回りのキックサイズ。トラック王国アメリカで、コンパクトサイズである日本の軽トラは、一体どんな風に使われているのでしょうか？ドリフト車を主体とするチューニングショップと日本製中古車の海外輸出を手掛けるビンク、スタイル、青森県三沢市を経営するドナルド氏がその理由を語っていました。軽トラはアメリカでもすごい人気だよ。アメリカは何でもでかいからね。
小回りの利く日本の軽トラックは、使いやすく前比も良い。多くの人々が欲しがっているよ。農作業に従事する人たちにとって、とても使いやすいと大評判なんだ。あんなに小さいのに、荷台に結構な量、全車最大積載量 350kg の荷物が積めるのはすごいよ。ドナルド氏と同様に、アメリカで中古の日本車を輸入している業者も、次のように軽トラを高く評価しています。広い農場を移動するためのゴルフカートのような感覚で使われているようです。女性ユーザーにも人気ですよ。コンパクトなサイズに広い荷台、二人乗りと割り切った仕様もいいですね。運転の楽しさも人気の理由です。日本では、軽トラに限らず、10万キロメートルを超えると、仮想高車として大きく価値が下がりますが、アメリカでは20万キロメートルを超えても、日本車は問題なく走る上、耐久性やパーツの供給スピードも素晴らしいと高く評価されているようです。日本車は全国統一で行われる車検制度、軽トラックは初回2年、以降2年ごとのおかげで、古くても故障は少なく、期間も極上であることが多いです。日本独自の車検が海外に出る日本車の信頼性をさらに高めているというわけですね。このような中古軽トラックは、多くは、いわゆる25年ルールによってアメリカへ持ち込まれます。しかし、実は、25年も待たなくても、新車であっても、アメリカ国内での販売や使用が認められる規則があるようです。ちなみに、25年ルールとは、製造月から25年を経過した自動車は、MFSA、米国道路交通安全局が定める連邦自動車安全基準などの規則が撤廃されるルールのこと。これが適用されると、ミニハンドル車でも、クラッシュテストや排ガステスト、製造後21年以降で、撤廃の影響も関係なく輸入が可能となり、一般ユーザーが購入し登録することができます。アメリカの道路を走る軽トラの多くは、この25年ルールによって輸入販売が許可されていますが、これ以外のルールとしてオフロード車として輸入、販売、登録をする制度があります。日本でオフロード車というと、舗装されていない山道や砂地を走る 4×4 のイメージかもしれませんが、ここで言うところのオフ、ROAD とは、高速道路のような舗装道路以外の道路という意味合いが大きいので、4WD である必要もありません。オフロード登録にすると、5つの州、ニューハンプシャー、メイン、イリノイ、テネシー、カンサスを除いて、連邦の保安基準フムブスに適合対象から外れます。ただし、20以上の州で、週間高速道路、インターステイトハイウェイの走行が不可だったり、最高速度を25マイル、時速 40km 以下にしたり、走行に関して何らかの制限がかけられてはいます。近年は、アメリカの消防署、救急車の手配会社や一部の警察機関でも軽トラが使われ始めているといいます。トレーラーを牽引するためのヒッチ、ウインチや各種のプラウ、除雪機などのアタッチメントなど、多くのアクセサリーの利用も可能で、使い方は多様性に富んでおり、耐久性も十分。燃費が良く、低コストで保険料も安いことで、公用車への採用も進んでいるようです。ちなみに、日本における小さなアメリカ、米軍基地においても軽トラが大活躍しています。軽トラのみならず、エブリーなどの K1 ボックス車も実にたくさん見ることができます。25年ルール以外でのオフロード車としての輸入はまだ少ないとされていますが、アメリカにおける軽トラ需要はどんどん高まっているようです。これは日本人としては嬉しいニュースですね。海外の反応。なんて可愛いミニトラックだろうか。こんなのがあるなんて初めて知ったよ。日本の軽トラはフィリピンでも人気だよ。
左ハンドル仕様にしたものが出回ってるんだ。軽トラは小さいけど、パワーも結構あるんだよね。私も軽トラに毎日乗ってるよ。自分の乗ってるのは、1997年のスズキキャリー、660cc で45馬力のやつだ。これは、アメリカでも大々的に売るべきだよ。ビッグアップトラックに大金出すより、こっちの方がいいじゃん。ルイジアナ州に軽トラを販売してる代理店があるよ。農場で使うトラック用に販売してる。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、トラック大国のアメリカで日本の軽トラが人気だというのはちょっと驚きですね。でも、軽トラは小型で扱いやすく、走行性能も高く、日本製で丈夫、それでいて値段も安いという最高の条件を兼ね備えているのだから、注目されて当然といえば当然なのかもしれません。今後、より大きなブームが起きそうな予感です。よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、ありがとうございました。